ちゅうももです。今回は20のトレカの整理を行っていきます。はい、ポッピンシェイキンテイクアピクチャーの CD が発売されたということで、トレカが少し増えたので今回は収納していきます。私はこちゃんのホイスデボさんの洋穴に収納しています。ここにも何か入れられるんですけど、クリアファイルを入れてます。はい、まずはこちらの CD 封入トレカを入れていきます。20のトレカは普通のカードサイズと違って少し縦長のため、私はこちらの OPP 袋を使っております。こちらはアート M さんのもので、縦が 95mm、 横が 57mm になります。でテープのところは 30mm になります。厚さが超厚口のため、袋自体がすごくしっかりしています。ではしまっていきます。私はニナペンなので、ニナちゃんのトレカを主に集めています。あとこちらにあるのは年賀状とかローソンさんのクリアファイルですね。後ろにもあります。こんな感じ。はい、ということで3枚入れ終わったのでこちらに入れていきます。はい、でこちらが A 版、 B 版、通常版になります。この間セリアさんでこのようなスリーブを見つけました。サイズは2種類あって、こちらは大きい方になります。枚数は20枚あって、少し少なめなんですけど、はい、このような感じにすごいキラキラしてて可愛いです。こういう風にキラキラスリーブにも入れて統一するのも可愛いと思います。はい、でこのような感じに宇宙版はちょっと入れたんですけど、はい、3枚あります。ここにリマちゃんが入ってたんですけど、ニナちゃんに入れ替えたいと思います。はい、入れていきます。次にこちらフィッツのニナちゃんを入れていきます。はい、次にこちらのリフィルにクリアカードを入れていきます。はい、このような感じで本当はここに入れようかと思ったんですけど、9枚集めたので、どうせなら1枚のページに入れたいと思います。はい、ということで9枚全部入れ終わりました。統一感があっていいですね。はい、次に4ポケにあるものを入れていきます。グレープ味のニナちゃんとコーラのコーカードを入れていきます。はい、このような感じに入れ終わりました。今最後の辺もペラペラめくっていきます。はい、でちょっと色紙のね収納方法がまだ分かんないんで、少し適当になってるんですけど、最後にまたローソンのクリアファイルとこちらのポップアップスターのみなちゃんが2枚あります。はい、ということで今回はみなちゃんのトレカを収納しました。
皆さんぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。